神奈川の空を大きく羽ばたく新月曜グリーンの岡田翔太郎です。お願いします。なんと今日初めてのロケ茅ヶ崎やってきました。猫の手も借りたいがリポートするにあたって、はい、大切にしている3つの精神があるんですけど、それは覚えてらっしゃいますか？3つの精神T シャツにも書いてある。根性なんだっけな、漢字2文字だったんですよね。漢字2文字ですよね。自信あと一つは、あと一つは協力根性、自信、協力です。合ってます。ごめんなさい、一つも合ってないです。合ってないちょっと待ってください。誠実、丁寧、真心、この精神を忘れないでリポートしていただきたいと思います。はい、いいですか？わかりました。誠実、丁寧、真心まず、この〇〇っていうのが何なんだろうっていうのと、お守りを自分の中に入れるみたいなのがすごい気になるので、いろいろそこら辺を聞けたらなと思います。ところが誠実丁寧真心で元気なリポートよろしくお願いします。はい、行ってきます。はい、やってきました。鶴峰八幡宮ですね、こちら行ってきましょう。早速、僕の初めてのリポートの舞台は茅ヶ崎駅からバスで10分ほどの鶴峰八幡宮さん。およそ1000年の歴史を持ち、源氏が鎌倉に進出する際創建したと伝えられています。こんにちは、ね、この額ほどワイドの新月曜レギュラーのグリーン、新月曜グリーンの岡田翔太郎です。お願いします、はい、あ、お願いいたします。鶴見八幡宮の、ね、宮司です、農場と申します。お願いいたします。お願いいたします。〇〇をサブレに加工した食べるお守りがあるっていうのを聞いたんですけど、本当にあるんですか？はい、ございます。それって何かっていうのを聞いていいんですか？この神社にあるものなんですが。神社にあるもの？小さい時に拾って、集めたりしたことがあるものです。子供の頃に、ま、松ぼっくり。惜しいですね。惜しい惜しい。どんぐり。そうです。お、どんぐり。どんぐりなんです。どんぐりサブレにしたんです。そうです、どんぐりをあの、粉にして、それをあのお菓子にしております。どんぐりっていうのは実は縄文時代、あの日本人が食べてた主食だったんですよ、はいはい、でこれにはビタミンやミネラルが豊富で非常に体にいいんですよ。だから食べるお守りとも言われてるっていうことですかね。体や、その、心から、あの綺麗になっていくということですね。で神様に守られるということです。すごい、めちゃくちゃいいサブレですねそれはぜひ食べさせていただいてもよろしいでしょうか？はい、どうぞどうぞ。あ、はい、プレーンとチョコと、あ、チョコでココアかな、チョコと、あと、抹茶ですね、はい、どれにしましょうか？いやでもやっぱ王道のプレーンからまずは行ってみたいと思います。まさに縄文時代みたいな、そういう縄文土器ですよね。火炎土器ですよね。すごい、はい、模様まで、これを、はい、かわいいですね。じゃあいただきます。うん、あ、しっとりしてますね。で、どんぐりって聞いたからなんか全然違うのかなと思ったら、結構サブレっぽい風味を残しつつ、栗みたいな、そういうような、あ、すごい美味しいです。なんか結構柔らかいし、サクサク食べ進められるし美味しいです。美味しいのは伝わりました。はい、もうちょっと詳しく、どんぐりの風味も少し感じはします、うん、自然で作ったものというか、
ね、ほんのちゃんと甘みもあって食感も良くて、はい、で結構やっぱもうこんぐらい食べちゃったんですけど、サイズもちょうどいいくらいで、あの食べやすいと思います。いただきます。あ、美味しいっす。あ、すごい抹茶の香りもしっかりしますね。なんか今からでも健康になった気がします。じゃあ最後ココア味の、はい、うん、鶴の八千代の鶴もいただきます。うん、やっぱちょっとココア特有のふんわりとした苦みがあって、また別の感じで楽しめるもん。どういう順番で食べたらいいんだろう。あ、でも最後抹茶かな。抹茶好きなんでプレーン食べてココア食べて抹茶食べるのがいいかなと思います。じゃあこれはやっぱりテレビの取材なんで、はい、まあ、味だけじゃなくてより詳しくいろんなことを聞いていきたいと思うんですけど、はい、宮司の農場さんにどんなことを聞いたらいいと思いますか。まあ、どこで作られてるんですかとか、なんかそういう感じで聞いていただけると振っていただけると。わかりました、ありがとうございます。このどんぐりサブレってあの、はい、どこで作られてるんですか。はい、こちらはですね、あの実はあの障害者の 職業支援施設のところで、あの障害者の方たちが一生懸命心を込めて、うん、あの作られているんですよ。ですから、あのそういうあの人の気持ちですとかもあの入っているので、すごい宝物のようなあの、食品なんですね。一つ一つ人の優しさを大事に噛みしめて食べたいなと思います。なんでどんぐりにしようと思ったんですかね。近くの宇治子さんのご縁でですね、紹介していただいたあのどんぐり源さんというですね、方がいらっしゃいまして、その方にあの、まあ、どんぐりの、重要性ですとか、あの栄養価ですとか、あのそういったものをご紹介いただいたんですね。それがあのきっかけなんです。人々のご縁と、あと神様と のお導きによりましてあのできたものでございます。ワンコインでお求めいただけますので、非常にリピーターの方が多くて親しんでもらっている、ね、そういう食べるお守りです。来ました、ワンコインっすよワンコイン。飲むお守りという方もあるらしいんですけども、実はですね、はい、こちらがあのそのどんぐりのお茶なんですけども、はい、こちらもあの同じく鶴峰八幡宮の境内であの採取されたあのどんぐりを使っております。すごいですね、どんぐりって普段、ね、使わないものじゃないですか。そういうのをあの捨てずにあのこうやって再利用してあの美味しいものに変えていくっていう努力がすごい、本当尊敬します。美味しいですね、後味が。うん、でもすごいスッと入ってきて、どんぐりって感じの、でも食べたことないかわかんないですけどどんぐりの身と皮ですね、それをあの粉砕して細かくして粉にするわけです。でこの粉にしたりするこの作業っていうのがもう本当に大変な、普通ではもうできないようなそういった作業をあの皆さん本当に一生懸命やってくれるんですね。僕身だけだと思ってたんですけど、皮まで粉砕して、そうですね、もう皮の方にも、本当に栄養が、入っておりますので、ですから、まあ、無駄にしないで、まあ、使い切るということですね。農場さんありがとうございました。こちらこそ、はい、ありがとうございます。あの非常にあのイケメンではい、あの元気な方で、とても好感が持てました、はい、ありがとうございます。猫の手も借りたいの、3つの精神がありまして、
誠実、丁寧、真心っていうのがあるんですけども、それは伝わりましたか？はい、あの十分に、私の心に響いております。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のどんぐりでこれからも頑張るぞ。新月曜グリーン岡田翔太郎でした。じゃあねー。